とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ついにゲットしました、金色装備の、闘志の締め具。ついに来たね。でも、若干微妙なのよ。若干微妙。あのね、金色スキルが、吸血のレベル2なのよ。吸血レベル2。これがね、なんとも残念。しかもこのエンチャントについてるのも、なんとも残念なんだよね。残念。これね、4つスキルを選べって言われたら、旋風、衝撃波、輝き、クリティカルなんだけど、まあ、追い打ちをそのうちのどれかでね、補ってもいいけどね。まあ、クリティカルと追い打ちどっちかだな。ちょっとね、微妙なんだわ。実際今俺が装備してよく使ってんのが、これなんだよね。輝き、旋風、雷。もしくは、輝き、旋風、衝撃波。なんだよ。で、これに、もしもスキルをつけるってするなら、旋風、多分ね、吸血じゃね、回復しきれないのよね。無理だと思う。だから、旋風、輝き、そうね、爆発かな。ちょっと微妙な感じだけども、まあ、輝きと吸血で、回復がね、2枚になる感じだから、もしかしたらいいかもしれない。もしかしたらね。まあ、とりあえず、闘志の締め具、金色。吸血付きのエンチャントが旋風輝き爆発。これを一回、どんな感じなのか、使っていきましょう。それでは行きましょう。まあ、このハテナハテナハテナは、まあ、しょっちゅう行った方がいいよ。ここはね、もう数十回は周回してた方が、俺はいいと思う。なぜかって、ここで出る、これ、魅惑の草。これ、報酬で必ず一個もらえるんだけども、このね、魅惑の草が、古代狩りで、すごくね、重宝するの。古代狩りの素材にすると、めちゃくちゃいいから、ここはぜひね、集中的に回ってほしい場所です。あ、意外と悪くないぞ。あ、これね、アポカリプスプラスの25だもんね。あ、全然さばいていけるな。あ、なるほど。吸血あったら、あ、なるほどね。吸血と輝きで、かなり安定する。うん、倒した時にも回復するし、輝きでも回復するから、多分、ある程度囲まれてもいけるんじゃない？あ、無理。無理。ここまで囲まれると無理か。でも、なんだろう、四方囲まれることってまずないでしょ。ね、戦う時って、壁を背にしてとか、やっぱりさすがに考えて戦うよね。あんな、敵のど真ん中に突っ込むことはないから、まあ、普通の戦い方してれば、まあ、全然いい感じか。いや、でもね、火力は若干足りないかな。火力が。爆発もね、すげえ強いんだけど、ボスにはね、意味がないし、それよりも、倒した時じゃなくって、通常でダメージを与えれる、衝撃波とか雷の方が全然マシかな。あ、でも確かに、この生存スキルとしてはいいと思うね。吸血と輝きが同時についてるっていうのは。うん、生存率は格段に高いと思う。普通のやつよりは。うん、格段に高いと思う。けど火力がね、ちょっと足らないかな。まあ、贅沢を言うならば、このエンチャントでもいいけど、輝きスキルが
レベル3だったらよかったな。吸血が2だから、え、吸血2ってどんぐらい吸うの。吸血の2は 7% か、うん、9% と 7% の差だから、まあ、そうでもなさそうに見えるけど、その 2% が意外とでかいもんね。あ、でもまあ、いい、悪くない悪くない、全然使っていける。そう、アイテム取ったら攻撃が止まっちゃった。仕方ないね。でもまあまあ全然ね、いけるよ、全然いけるけども、俺はとりあえずもうちょっと理想的なものが出るまでは今までの装備にするかな。うん、やっぱ衝撃波がついてる締め具ってすごく便利なのよ。うわ、これめちゃくちゃきたな。いけるか、行ってみせる。なんであっちを全然使うかな。あ、最初の第一波を倒せれば全然強いな。うん、最初の第一波潰せればそれで爆発するからね。はい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 、まあまあまあ、まあ場所によるんでしょうけども、いい感じだ。別に文句はないぐらいの装備だね。やっぱりスキルが4つついてるっていうのは素晴らしい。これが本当に4つとも理想的なやつがつけば最高だね。で、しかもパワーが251とか、そんぐらいになってくれれば最強かな。よし、まあまあ、とりあえず倒しましょう。うん、火力はいまいち。これでも高い方なんだよ、普通の装備に考えると。これでも高い方なんだけども、まあ今装備してるやつの方が断然上かな。やっぱ高レベルの衝撃波とか雷ってむちゃくちゃ強いのよね。はい、うん、まあまあ火力はちょっと今装備してるやつよりは劣るけども、生存スキルとしてはこっちの方が高いと思うから、うん、まあ場所によって使い回していいかもね。とりあえず売らずに取っておきたいと思います。闘志の締め具の金色、初めて出たやつ。うん、まあこの後もうまたどんどん回って、もっと理想的なやつ集めていきます。まあ理想的ってなると、最初に言った通り輝き旋風、衝撃波、追い打ちかな。追い打ちかもね。そういう感じだと思う。まあとりあえずまたね探してみます。で、そしてこれ予告なんですけども、コメントありがとうございます。アポカリプスプラスのレベルの上げ方とか、パワーの効率的な上げ方とか、教えてくださいということなんで、それもね、今週末ぐらい出したいと思います。よろしくお願いします。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。